混ぜていきたいと思います。うわこんにちは、アジーンです。今回はスノーパウダーを使って巨大なおにぎりスライムを作っていきたいと思います。洗濯のりを入れます。今回は薬局で購入した洗濯のりを使ってます。よし、水を少し加えます。次にこちらのインスタントスノーを加えていきます。クラウドスライムとはちょっと作り方が違います。若干ね、この段階でも膨らんでます。ローソンストア100で購入したシェービングフォーム加えます。よく混ぜます。ちょっとね、このお米っぽいちょっとシャリシャリしたわシャリシャリした感じになります。あとは形を作った時にとどまってくれます。だらーってこのいつものスライムのようにこう形が崩れていかないです。ちょっとねとどまっててくれるのでいいです。放射水加えます。おお、いい感じ。お皿につかなくなるまで固めます。まだねちょっと緩いですね、これだと。一応ねもう固まってはいるんですけど。このフェイクスノーで、フェイクスノー、インスタントスノー、これで今回はおにぎり作ってみようかなと思って挑戦しています。いい感じ。ちょっとお米っぽくないですか。おお、すごくいい感じに形はとどまるけどこう伸びるスライムができました。もうちょっと固くてもいいかな。どうだろう、ちょっとテスト、テスト、テスト。あー、いい感じかもしれない。うん、じゃあちょっとこれ音をね今から撮ってみたいと思います。なんかいい音すると思う。おにぎりの形に整えていきます。よいしょ、結構重量がありますね。できる限り大きくしたい。
でもね、持てなきゃいけないので、ちょっと待って、どのぐらいにしようかな。あんまり多分大きいとデラーってくるかな。ではこちらのおにぎりに樹脂粘土で作った海苔をつけていきたいと思います。この辺かな、この辺りかな。よし、あ、ここが怖い。どうしよう。一回こくりっと、うわー、できた。よし、整えろ。おお、できました。いい感じ。よしこれを形を崩さずに、ちょっとね、持ち上げたいと思います。それでは混ぜていきたいと思います。うわー、おー、意外と伸びる。すごい、これお餅みたいだ。焼き餅。うわー、この海苔の部分も一緒に混ぜたいと思います。うわしっかりとこの海苔を混ぜていきたいと思います。なかなかね、この粘土とスライムってね、いつも混ぜにくいんですよね。よいしょ。今回は樹脂粘土のこれモデナで海苔を作りました。アクリル絵の具のブラックと、この間31のアイスで使った苔色っていう抹茶アイスを作った時の絵の具があるんですけど、それを混ぜました。2色混ぜてちょっと糊っぽくしてあります。モデナね、ちょっと高級な樹脂粘土なので高かった。これ最後また黒になっちゃうのかな。今までね、全部ちょっと汚いスライムになってきたんですけど、濃い混ぜる系、今回もこれやっぱ黒が勝っちゃうのかな。どうだろう、グレーとかになるかな。白はね、ちょっと無理だと思うので、どうだろう、グレーかな。皆さんもね、これ予想してみてください。で、最後にまたちょっと音をね、撮ってみたいと思います。混ざらない全然混ざらない。ちょっとね、固まってますね、樹脂が。やばい。じゃあこの混ぜてる間、音いきたいと思います。もう一回。本日もご視聴ありがとうございました。